ものなのか。ああ、近づいてきた。世界最大の重機が見えてきた。かっこいいですね、これ近くで見ると。F60、全長なんと620メートル。田辺が最初に見た重機の6倍の長さだ。掘削能力は 4.5 倍、1時間に34,000立方メートル。活炭層の上にある氷土を取り除いていく。衛星から見てもはっきりと確認することができるウルトラ重機だ。その懐に入っていく。したね。掘ってます。あのバケツみたいなので掘ってます。およそ40個のバケットがついたチェーンで活断層までの強度を削る。同じチェーンが3つついている。氷土の下から姿を現した活断層。この活断層が出てくるまでひたすら土砂を削っていくのだ。バケットチェーンで土砂を削り、活断層をむき出しにする。削られた土砂はベルトコンベヤーで左側に運ばれる。活断を掘り尽くした部分に土砂を落とし埋め戻していくのだ。掘った土砂を600メートル以上先に運んで埋め戻すという壮大な作業。巨大な橋のような構造になっているのはこのためだったのだ。動いてる。動いてますね。え？遠くで見たとき分かんなかったですけど、重機ずっと動いてますね。 F60 は線路の上に乗っている。鉄のきしむ音が響く。実は重機全体が1分間におよそ8メートル移動しているのだ。およそ500メートル。すべてが一つにつながった総重量31,200トンの鉄の塊がよどみなく動いているのだ。これまで東京ドームおよそ1400個分の土地で活断を採掘してきた超巨大重機。41年もの間掘り進みながら移動してきた。
しかし線路での移動は左右の方向だけ。一体どうやって上の方向に移動するのか。その移動を可能にする重機を見せてくれた。されている。うわ、なんか不思議な光景ですね、これ。Die F60 fährt auf den Schienen und wenn der Boden ausgebaggert ist und der Bagger nicht mehr an den Boden rankommt, müssen ja die Schienen auch in diese Richtung bewegt werden und das macht diese Maschine dort. Ah, すごい。じゃあこれを少しずつ動かして作業してるんですね。この世に線路を曲げながら移動させる重機があるとは。鉄ってあんな柔らかいんですね。あんな鉄って曲げてもいいんですね。世界最大の重機 F60、 全てが想像を超えていた。